される。はい、今日は静岡県の稲取温泉にある浜の湯さんに来ています。私たちのお家、お部屋は7階です。すごいね、ここ2階目なんだけどね、めっちゃね、ご飯も美味しくてね、いいんですよ。とりあえずこんな感じで小上がりの和室があって、その奥がベッドです。これはなんていうんだろう、ツインタイプっていうのかな。すごいね、広いです。でここら辺に冷蔵庫とかバーとかコーヒーもあって、ここはね、おトイレ、綺麗で清潔で、ここまっすぐ行くと露天風呂があるんだけど、こっちがね、あのパウダールームっていうのかなです。鏡2つついてて、すごい広い。アメニティもね、6下なの。かわいいよね、テンション上がるよねでこっちにもね、お風呂があるんですよ。バスタブがあって、そこからね、お外出ることもできる。でもやっぱり露天風呂がね、気になるよね。なんか明日から台風っぽいんだよね。前来た時も確か台風でそんな感じで家族で来たらね、いいよね。家族風呂も3つぐらい無料で借りることができて、プラスもうちょっとね、綺麗な、なんていうんだろう、露天風呂みたいな感じのもお金を出すね、借りれるんだよね。すごくね、ファミリーにはいいと思います。北はこんな感じで海です。外は本当に見渡す限りの海。さっきまでね、晴れてたんだけども、結構雲出てきちゃった。ここは食べる宿って言って、とってもね、料理が美味しくて、お部屋でね、食べれるんだけども、それを楽しみに過ごしたいと思います。メンズの皆さん、今日はパパちゃんの誕生日の朝ごはんです。昨日食べた伊勢海老だ。なんかホコホコ吹いてる。わー、おはようございます。おはようございます。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。36歳の抱負は？36歳にならせていただきました。皆様の支えと応援でここまで生き延び育っていただけました。ありがとうございます。御礼申し上げます。36歳の抱負といたしまして、現状維持でございます。人生は山あり谷あり、さまざまな感情と出来事、その中で美味しそうです。まあね、現状維持がね、まあ、現状維持と、まあ、興味と、まあ、成長と、家族の幸せをですね、願いながら、やっていくと、料理とってんかい。これはまた船盛りだね。マダイとアジと、早速
息子が食べておりますが、これは昨日の伊勢海老の頭を味噌汁にしてくれていますね。ね、うん、いやまずね、まあ、こうして見ていただいて分かる通りですね、あのご飯がいっぱいなんですよ。食べる旅館ですからね。食べる旅館で食べる量がもう半端ない。食べる人はね、本当におすすめです。食べる人ですよ。でも僕みたいにあまり食べないっていう人はね、ちょっとね、いや申し訳ないな申し訳ないなって思いながらね。いやね、本当よね、食べるを宿っていうのに嘘はないというか、そのまんま食べるを宿っていう感じで、夜ご飯も朝ご飯もボリューム満点でございます。しかも一品一品が美味しいの。そう、美味しいよね。ね、よくこういう、なんつうの、細かくいろんなちょこ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 あるけど、これ美味しくないな、美味しくないな、まあいらないいらないみたいな感じになること多いんだけど、俺はだから残してもこう自分としては食べたいと思わないからなとも思わないんだけど、でもここの料理はね、全部美味しい。美味しい。だからこそ申し訳ないなっていう気持ちが出てくるぐらいの、まあ、料理と温泉と。温泉もすごいいいし、ついてくれるお兄さん、あのね、中井さんとか、うん、お世話してくれる方もすごいね、接客あれだよね、うん、皆さんしっかりしてるよね、うん、満足度としてはすごくいいです。値段と、料理と空間とお風呂と合わせた時に満足度は相当、ね、この値段でこの内容というかサービスね、いやこれはね、まあ、この稲取っていうところは本当に、まあ、でも熱海と一緒な感じか、周りにそんなになんもないけど、だからこそホテルに、この旅館に泊まった時に中を存分に楽しめるのが嬉しいよね。3時にチェックインしてずっとホテルっていうか旅館の中にいるけど、温泉がいっぱいあるし飽きないね。息子はもうなんか住みたいみたいなこと言ってた。パパはどう？住みたい？昨日もね、プライベートのお風呂を借りて入ったんだけど、すごい良かったし、家族風呂無料で借りれるけど、絶対プライベートの借りた方がいい気がする。全然景色が違うしね、うん、お部屋からはもうすごく景色いいんだけど、ああそうだね、無料よりは、まあ、有料にはなってしまうけども、いやそれ借りても全然というか、満足度が高い、うん、じゃあ冷めないうちにいただきますか。いただきます。いただきます。お誕生日お祝いしていただいてありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。36歳頑張ります。